はい、皆さんこんにちは、AK です。今回も動画を見ていただき誠にありがとうございます。本日紹介するのはですね、こちら HG 仮面ライダークラシック3ですね。実はですね、私このガシャポンをですね、3年ほど前からですね、このガシャポンをこの一袋単位で購入して、まず集めて不要なものはですね、ヤフオク等に出して小遣い稼ぎをしていたんですが、最近はですね、これがね、定価でしか売れないんですよ。ということはですね、手数料を引かれてしまうとほとんど利益が出ない。それなので、今回でこのやり方もやめようと思っていたところですね、なんとですね、バンダイさん、個人ではですね、こういうまとめて購入できないようにしてしまいました。それでもうこうやってね、コンプリートを完全にするのは難しくなるので、こうやっていっぺんに揃えるのは今回で最後かもしれません。逆に言えばですね、私が今度ね、オークションで落札する立場になるかもしれません。その方が効率がいいのはよくわかっているので。ということでですね、今回はこの仮面ライダークラシック、その3を紹介したいと思います。まず2号から行きましょうかね。いた。トゲトゲが痛いね。バラランガ。毒ガンダー幼虫ベルトなし。イモリエス。今回のメインはですね、やはりライダー2号かな。いい造形ですね。さすがです。毒ガンダー幼虫ベルトなし。さらにイモリです。さらにさらにバラランガ。ここにアップでお見せいたします。
ということでですね、今回 HG 仮面ライダークラシックシリーズその3を紹介いたしました。カプセル20個入ってるんですけど、その割合はですね、ちゃんと5個ずつ入っておりました。均等だとは思うのですが、開封をしてみた時にですね、えらくムラがありました。カプセルが固まっていたので、よくかき混ぜて入れてくれれば混ざりますけど、もしかき混ぜていない場合は同じものが連続して出る場合があると思います。これ全部そんな感じだったんで、ダブリが多いんじゃないかなと私は思います。お店の人がね、よくかき混ぜてくれたらね、いいんですけどね。全部黄色のカプセルなので、どれがどれなのかわからない、そういうところがあるので、ガチャガチャ回す際はお気をつけください。同時に同じ種類が出ている場合はかき回してないので、少し時間を置いて行った方がいいかもしれません。というわけで、今回はこちらのガシャポンの紹介でした。また次回の動画も見てください。ではまた。